皆さんこんにちは、こんばんは。武田総流です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは比べるですね。まずはダメなパターンから解説していきます。ダメなパターンその1、こちらですね。比べるという字はこのちょんちょんという字がね、大きくなってしまうとすごい子供っぽい印象になってしまうんですね。ダメなパターンその2、こちらですね。羽を長くしてしまうと大人の余裕が感じられないですよね。子供っぽくなってしまいますので、羽払いは短く羽払いましょうね。ダメなパターン3つ目、こちらですね。このちょんちょんが上に上がってしまうと頭がね、短く見えてしまうんですよね。このちょんちょんはできるだけ下に下げて書きましょうね。以上のことを踏まえた上で、今からペン字筆ペン大筆の順で解説していきます。最後にはアートお遊びもございますので、じっくり動画をご覧くださいね。その前にチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録ボタンを押していただけるととても嬉しいです。さあご覧ください。比べるという漢字は2種類のパターンがあると覚えておいてください。1つ目は間を広く見せたいパターン、2つ目は最終角を右に長く見せたいパターンです。まずは左側を解説していきます。1画目狭いです。で、2画目は縦長いんですが、ここの間を空けるんですが、この後が大事。この最終角を短くしなければいけません。これはですね、ここを狭く、ここも狭くっていうのは一緒なんですけど、近づけた分これを右方向に長く見せるということなんですよね。で、これ2つコツがあって、筆ペンですね、ここ狭くてこっちの間が広いパターンはこういう風に身長の高さ一緒でいいんですけど、右に長くしたい場合ってこう狭くしておいて、こういう風に身長を低くした方が綺麗になりやすいですね。で、続いて行書なんですけれども、行書は非常に便利ですよ。まあ基本的にはね、行書の方がこういう字は書きやすいですよね。少しぐらい形が崩れたとしてもかっこよく見えますからね。で、どっちが使いやすいのかなって言われると、間が広い方が確実に使いやすいですね。使いやすいとか言って使いやすいですね。これなんでかっていうと、文章全体で見た時に右払いばっかりだとピンピンした印象を与えてしまいますからね。さあ大筆行書、まあね、こうやって大筆で見ると分かるんですが、非常に行書の方が格好いいですね。なんかそれっぽく見えますよね。さあここまでが美文字です。ここからはお遊びタイムです。さあこんなにね、格好がつきにくい字ほど書道家の私たちはかっこよく見せなければいけないんですが、かっこよく見せる方法があります。それはね、やっぱりこういう風にペンと作りの大小を使いました。まあ身長を高くして身長を低くするんですね。大きい字ほど細くし、小さい字ほど太くすると非常にバランスが取れてくれるんですね。これね、覚えておくと便利ですよ。かっこよくなりますからね。さあ野原社の書体辞典を使って今日も検索していきましょう。かっこよくない字ほど皆さん隷書を使うといいですよ。さあ隷書の特徴は横線が全く斜めに上がらない。でね、横長な字形なんですよね。でね、線がこうやって細くなったり太くなったり、一本線の線の中で絶妙に変わってきます。面白いですよね。で、こう筆をね、開かせたりするとなおね、かっこよくなりますね。さあ遊んでみましょう。これはね、子供が置いてった使えなくなった小筆、これを再利用していきます。さあこれを使ってちょっと魔法のふりかけ使って、これバサバサになった筆を使ってかっこよくしていきましょうか。なんかアートっぽくしていきます。なんか意味がありげに見えませんか。さあ100円ショップで見つけてきたこの油敷くようなやつね、これを使って書いていきましょう。大体ね、こういう筆をね、変えて、まあ、他のね、こうキッチンの道具とかを使えばすごいね、遊んで見えるんですよ。こういう筆以外のものを使ってペパって書けばねそれっぽく見えますよ。ぜひ皆さんインスタとかでこういう字上げてみてください。さあ今日は二刀流で遊んでいきましょう。やっぱりこう比べていいと思いますよ、右と左でぜひ皆さんお試しください。お遊びは以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。比べる、まあこういう簡単な文字はね、他にもいろいろ使われてたりしますし、まあね、他の美文字で使えるヒントがいっぱいありますので、ぜひね、じっくりお手元のペン字筆ペンで書いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは2000文字の常用漢字を毎日19時に大筆筆ペン便字楷書行書アート全ての旬で使える動画作りを目指しています。
ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。もしよければね、インスタグラムも概要欄に貼っておきましたので、フォローしていただけるととっても嬉しいです。これからも何卒よろしくお願いします。バイバイ。